立花亮は三人兄弟の末っ子だった。すいません。ありがとう。助けて。今耳の声が聞こえたんです。立花亮、彼についてはどこまで知ってる？彼のことは全て知ってると思います。今日でいいや。今日がいいな。嘘だと思う。君は今誰なんだろう。耳